うるさ。みんな耳塞いで、みんな耳塞いで、ローディング中ですね。もうグラフィックが好きだ。ゲームをホストしてみるか。パブリック、プライベート、ローカルワイヤレス、なんでも、ビルド、なんでもねえか、ホスト。作成しました。マジなはん、ローカルですね。ここだけちょっと怖い。あった？フェリアさんとやりますんで、もう今日買った。二人とも、俺はでも、ちょっとだけやった。続きから？え、どうしたらいいんこれ。続きからでいいか。あ、もうここからや！え？え？あ、もうただやるだけ？チュートリアル一切ない感じ？設定であったっけ？あれ？フィリアさんおらんやん。待ち中か。待つか。なんでかって俺、船が、ナンパした？ナンバ？サバイバリスト未期限。それなら、ミステリアスショップに行こう。ここでの暮らしずっと快適になるぞ。ショップは島のどこかにある。島での生活が困難につきまとう。ショップを探しに行く前に入念準備を忘れずに。オッケー。なんか来た気がする。上を押すとエモートを実行し、マルチプレイで他のプレイヤーとコミュニケーションを取ることができる。キャラどれかやろ。やだハゲ二人じゃん。ハゲ二人じゃん。え、待って、今もう模索中。どこで変える、どこで変えるはずだよね。そうだよね、ハゲ二人嫌なんですけど。かっけー、ローリングハゲ。やだ、早く変えて。俺気持ち悪いから。俺はこれでいいよ、もう。え、やべえ、え、変えれるよね、さすがに。だって変えてから来なあかんのかな。名前何もないよ。名前 C ライブ、ヒーハー。これエモートっていうより、座る。やってやってやって、逆からやって、逆からやって、逆から。いや俺逆がいいの。あ、わ、これ2人とも同じ方向や。逆、合体が良かった。これ逆、合体ないんかな。これ4人でできるから、みんなさ、これクロスプレイできるかな。面白いじゃんこれ。絶対絶対面白いやつよ、これ絶対面白いやつ。でもレビューはね、そんなに良くなかった。 Steam のなんか56時間で終わるボリュームみたいなさ。休ませて。どうしたらいいんやろ。ちょっと待って、これほんまにね、キャラ変えたいです。これやだやだ、これ、これもやだ、これ無理。え、この、あ、できた。マイナスで上の、できたできたできた。みんな、アップルはさ、月額課金やっけ、なんかアップルアーケードみたいなさ、なんかね、出しやがって。 Steam でもあるし、今これでもね、スイッチでもありますね。どれにしよう。わかりやすいように。俺ね、本当はさ、黒が好きだったんですよ、小学生の時。俺雑談メインで行くわ。うん。なんか立てる時はフェリアさん任せるわ。ね、小学生の時さ、ね、本当は黒が好きだったんですよ。服もほとんど黒だったんですよ。でも、な、よく俺なんか、旦那様好きな色何？みたいな聞いてくるやん。なんかね、女の子たちさ、人気だったから知らんけど、俺が。聞いてくるんですよ。好きな色何？みたいなさ。
黄色って言ってたんですよ俺。イギエじゃん、イギエじゃね、黒好きそうなのにって言ってくるんですよ。黄色っす、ミス黄色っすみたいなさ。で実は黒が好きなんですよ。なんでか知らん。で俺血液型ね、前も言ったんですけど B 型なんですけど、ね、血液型何って聞いてくるじゃん。なんかまあ俺がね女の子に人気か知らんけど、うん、AB って言ってた。 AB 体 A って何、あデブガリ痩せってことか。ガリにしよう、ガリ、いやゴツにしよう、ゴツゴツ、いやガリ、そうなんしようから、ツルピカボサボサ清潔、ポニーテールマレットって何、マレットだに、いやこれナックルじゃん、ナックルしとる人おる、ストリートファイターのナックル、それボーン、アフロ、ツルピカッパグナックル、それナックル顔、ナックルやん、ナックルだよね、ナックルじゃねえよ、ガイルじゃん、ナックルって誰だよ誰だよナックルって、うわストリートファイターめっちゃやってたのに恥ずかしい、ナックルって誰だよナックル、恥ずかしい、クソ恥ずかしいわ。赤面、はい、シャツ、シャツの色変えれるんや、紫にしたら一気に荒れるよね、なんかシャツ何色でしょう、分かりやすいように蛍光色で、ズボン、ズボンも分かりやすいように蛍光色で、オッケー、これでいいかな、外見ランダムステーション、いえいえいえ、え、でどうやって決定するんやっけ、これなんかチャイナにいそうだよね、それチャイナに、よしやろうか、とりあえず猿、猿助けよう、猿、これグラフィックいいでしょ、かなり。どうやって作るんやっけ、今石3つ持ってるから、違うな、作り方わからん、あできた、でこれ石の、手斧だそうですね、手斧で作ります、で手斧装着して、できた、おい石取ってよ、石、ポーズ決めて待ってるのを受ける、まああのなんていうのこれ、箱に曲げ、サンドボックスだ、サンドボックスゲームだ、気力が出ない、これ飯の概念あるんかな、飯の概念、猿助けるよ、じゃあ猿は自分のあなんか指示与えることができて、同じような動きを繰り返してくれるんよ、なんかこう石掘ったりするのをずっと猿に任せることができるんよ、猿をうまく使っていく、猿を獲得だそうでした。え？この猿反応ないよ、どうしたらいいのかわかんねえな、あこれか、ついてこさせる、猿にアイテムを投げる、アクションを真似させる、猿のアクションをキャンセルする、なるほど、ね、待って待って待って、どうしたらいい、どうしたらいい、逃げて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 、戦っちゃダメでしょ、無理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 、頼むよ、これダンジョンじゃん、ダンジョンじゃん、どこの、どこの、外出た、どうやって外出るの、ダッシュ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 、長押し、 B 長押し、わかんない、猿死んだら終わらんでしょ多分、ちょ、キーキって待って、これ見えねえな、これやば、これできないな、枝とか欲しいな、枝、こうか、切るわ、はい、手斧作った、
OK。石、はい、作りました。これを猿に渡す。猿にアイテムを投げる。猿にアイテム投げる。はい。え、で猿あれ受け取ってるよね。猿に同じことをさせる。ちょっと木切らしてみるか。アクションを真似させる。むずっ。はい、真似して猿。なんなんこいつ。みたいな。何みたいな感じでやれてんだけど。はい、真似してやれやれ。何を見とんやずっとそこでそこで何を見とんずっと。この猿使え。むずい。チュートリアル経験しないから分かんねえな。あ、みんな分かった。見て、こう指示出すときに多分猿いっぱいおるから、どの猿にするかこうやって選ばなあかんよ。ほらほら、みんな見て、選ばなあかんのよ。俺選んでなかったから。浮きじゃないよ。俺何渡したん猿に。猿何渡したん俺。アイテムを投げるじゃない。猿にアイテム投げるじゃない。ついてこせる。え、猿のあれ何？飯くれって？え、何あの上の？え？何このバカ？このバカ何？このバカなんなん？このバカ。思い出したみんな。多分ね、学習期間だと思う。学習期間。学習期間だと思うわ。猿に真似させます。はい。で、この間に行うアクションをあいつは真似る。来た来た来た！ほら来た！ほら！ほらほら！いい子じゃない！やるじゃない！いい子じゃん！いいじゃん！来た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 ！かわいいじゃん。ベッド作ってください。あと何が作れるんや。粗末な工具、クラフト、ビルド、材料、料理に使う。これ作るか。じゃあ紐が必要だって。ロープか。ロープ、草持ってない。草花どこ。この葉っぱは何なの。違うんや。花どこ。どれや。これか。これか。オッケー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 。あー、テラリアねー。確かに同じ系統やもんな。同じ系統やん。お腹空かないんかな。のんびりやろうって。これ普通にみんなでやったらいけるやつやな。これレビュー面白くないって。今のところも普通に楽しめてるよ。まあでも5、6時間で終わるっていうコンテンツなら、ちょっと内容が薄いよな、そうすると。はい。家建てれるよ。絶対いける。紹介の時はあった気がする。え、猿は？え？うちらの猿は？見てない？みんな消えた。猿消えた。使い捨て
死んだ死んだ過労死あ、大丈夫か。え、だっていないもんね。ロープ使う、ロープ。はい。あ、ロープ作、あ、なるほど。これさ、ここ作ったら、ここが解放されるってことね。とりあえず作ろうや。で、そうすると、ここが解放されるってことね。なるほどね。うわ、なるほどね。アンロックね。なるほどね。アンロックね。作っちゃう、作っちゃう。何？木の枝。ふかふかの詰め物。あ、ロープがいるわ、ロープ。え、どれ捨てよう。パッと作った、オッケー。どうやって捨てるの。どうやって捨てるんや。あ、捨てると。おお、なるほど、オッケー。そのんびりだわ。ベッド作れるよ。ヤシの葉いるんか。ヤシの葉、あ、ヤシの葉なくなっちゃった。取った？37枚取ったやろ。これ下押す。オッケー。わ、多分そうかもしれん。俺とりあえずそれしかわからんわ。待って、 まず俺ベッド作るわ。即席掛け布団作った。え、俺しか作れないの。見して見して。なるほど。え、俺もよ。ホストのプレイヤーがあなたのビルド特権を無効にしました。何それ。え、それどうやって出したん。え、俺無効にしてないよこれ。セットセット、ホストのオプション、ホストのオンラインモード設定、プライベート、ローガルワイヤース。え、無効にしたいよ。どうしたらいいかな。デフォルトなんやろうな。まあいいか。うん、粗末のベッド、そっちが。俺もなんか置いた。どうなるのこれ。できるん。俺しかできんの。やば。僕の装備が必要。手分けしたことなんそう。いや、でもなんかホストしかできないことがあるよ。フォークって何よ。ハンマー、掛け布団寝れる。そっちもう無理か寝れるの。そっち眠ろうとします。え、でもじゃあもう一個作らなあかんのか。はい、よし、じゃあ俺が入れれるから。 Y、 え、 Y できないよ。やってみて。あ、できた、できた。 OKOKOK。 寝たら回復するんかな。寝ましょう。あ、掛け布団がないわ、そっち。あるある。追加しました。今寝なくていいか。夜にしましょうか。どうやって食べるの。自分の体を食べた方がいいのかな。Y か。 OKOK できた。全部食った。20個ぐらい多分すげえ。
花びら食えないね。これ何、これ工具の絵。いいじゃん。猿がいないよね。チェスト、チェストとな。これ作りたい。これ任せます、皆さん。いい、これ楽しいじゃん、これ。あれ、置けてないし。ケイ。いい、すげえ、これ設計図じゃん。あ、寝る？楽しいやつやん、これ。これ4人でやったらやばくない？雷マークはあのスタミナ。ほら、どんどん減ってって、俺がね、動くと。嘘。それは嫌だね。もう自然に全部できるようにしたいな。あ、マジで？寝れた？はい、寝ました。あー、これ裏でいっぱいやるやつだ。寝る、寝る。裏でいっぱいやるやつだ、みんな。作りました。チェストみたいなの見てみるか。軽量ベッド。あ、出た。アイテムを安全に保管できる小さな箱。作れるの？一人分や。あ、できるできる、すげえ。肉、肉ないやん。でも俺らね、いつぞやの墓守りゲーム。あ、墓守りゲームね、全部クリアしたんよ俺、裏で。で、シャドーボーも全部クリアしたから、すぐ投げ出す俺としては珍しくない？ね、あとシャーロック・ホルムズとビザージュー、あ、くらいかな。ね、あいつらは心残りですけど、ちゃんと俺はクリアまでできる人なんです。はい、僕はクリアまでちゃんとできる人なんですよ、本当に。赤森50時間ぐらいやったかな、普通に。こういう件もさ、ねえ、実況の切り取り、生放送の切り取りだったらいけるわ。うん、ね、実況してやるのはね、結構むずいかもしれん。コメント読んでまうから、普通に。これだってさ、フォロガイズ1位。取るとないっけ、俺。え、俺1位1回もないっけ。あるよね。ならいいや。取ったからいいや。1位取ったからいいや。はい。葉っぱが必要なんか。で、葉っぱ作るよ、俺。葉っぱっていうかロープ。ヤシの葉っぱ全部俺が取ったもんな、フェラーさんから。半分置けないんかな。半分全部置いちゃうんだよね、これ。チェスト、そっか。はい、工具を装備せなあかん。難しいな、これ。そこにもっとのアイテムを落とした方がフェリアさんのアイテムと把握し合いそう。シーズン2が始まったから。シーズン 2! あ、なんかあったな、あったね、それ。まあこれさ、火とさ近すぎて。お、いいね、いいね。移動、ちょっと消すか、これ。どうやって消すんやろ。破壊モード。うわ、焚き火破壊しそうで怖い。消せないんかな。あ、もう作っちゃった。いっか。フェ
ペイさんどこ行った？俺も知らんかった。どこだろうなって思いやったら来た。思いやったら自分から来た。嘘！塩気ないの？開けないんだって。開けないんだって。運べたんだけど。え、開けれないの？開けないんだって。かわいそう。え、俺開けれるよ、俺。皆さん開けれないって。ホストバンバン罪じゃん、これ。え？嘘？じゃあこれみんなでやったら面白くないやん、これ。ねえ。そしたら面白くないやん、これ、みんなでやったら。ホストのオプションやん。ああ。なんでもじゃん。ホストにキックされましたって。いや、俺がなんか設定を変えた。そういう設定ないの？なかったよ。最初のオプションかな。わあ。あ、待って、待って、待って。え？自分の猿だけは、自分の猿だけは使えるって何？他の人の島に行くときに猿4体連れて行けるらしい。設定が分かんねえな。ハッチ情報、操作方法、設定とオプション。カウンターアタックを判定、コーディネルクラッシュ、デフォルト。だってホストのオプションでしょ？これ何もないよ。プライベート。ローカルワイヤレス。何でも。じゃん。更新。わかんねえな。設定で権限変えられたりとか。その設定がわかんないんだよね。ほら、設定とオプションや。あ、これかな？入ってみて。ローカルに。石の真ん中にいることを言って、で、石2つを同時に割る。マイクラと一緒や。マイクラもさ、あの土きれいに2つ切るよね。え、すげえ。え、俺の方でプレイしたその材料がさ、そのままフェリアさんが自分の島に持っていってる。え、じゃあ全然これプラスじゃん、他人の島行っても。ということは嵐防止あるね。だって持って帰れるんやから、嵐防止だこれは。すごいね。材料持って帰ってるんよ。これ？今取った。今気づいた。ローカルない？もう。もうこれないんかな？疲れたって。遭難者何人いんねや。これ水きれいやね。いえ、あ、猿おった。みんな猿おった。猿ここの木切りに来たんや。木を全部切ったから。俺が与えた指示をやってたんや、ずっと。すごくない？すごくない？みんな。エビ見たら猿の AI が猿並み。猿やから。すごいじゃん。あ、フェリアさんここに来たの。え、ここに来てんだけど。すご。そうやね。
そっちはそっちの島の猿を連れてくるみたいな。あ、できた、いいや。ミュート解除済み、ビルドなし、ビルドあり、箱開けあり、宝の地図を共有する、自分の猿だけ使える。うん、できた。権限、権限オープンした、オープン。フィーリーアなんたらクエスト、見えんかったな。ちょうどクルちゃん隠れてた。もうちょっと寄せよう。あ、敵が近くおるのか。酔ったな、さっき。あ、こうすると気持ち悪いな、この浮いてるのは。どうしよう、ここ。右下にしようか。うん、俺さ、一回さ、この猿って思ったけど、あれないじゃん、あの HP が。木のコンボ渡して、木のコンボ渡してさ、俺がさ、あのあいつらを戦ったら猿真似てくれるやん、じゃない？どう？待ってね、猿がもう無限に買ってくれるんよ。コウモリ行くぜ。うれ、行け猿、行け。乱獲者、乱獲者、乱獲者、行け。しゅ、クズ肉。フェリアがゲームから退出しました。この接種ありません。フェリアさんが出た。わ、みんな猿 HP あるわ。猿 HP ありました。でもこいつはもう夜の戦闘狂、もうこいつは ずっとここであの戦闘するんよ。任せる。回復した、猿回復した。戦闘狂、戦闘狂、もうこいつ戦闘狂よ。戦闘係。あー、そうすると面白いわ。そうすると面白いですわ。これ一気に映せないかな、一気に。あ、できた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 、長押しだ。長押しして X でも一気にいけるんか。 OK、 はい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 。戦闘狂猿、戦闘狂、入れそう。 OK、 やべ、のんびりやってまう、のんびり。あ、これコンボでもいけるじゃん。じゃあもう石の斧を作らんでいいかな。木いける、コンボいけるじゃん。さっき死んだんかな、ベレアさん。どうやろう、どうやろうね、わかんないね。回復アイテム欲しいな。戻れるでしょ、死んだかもしれない、さっき。あ、やべえ、これ肉ねえわ。え、はい、え、これいちいちクラフトのこれいるんや、この工具のあのハンマーみたいな、いちいちこれがいる。コウモリの翼なんやろ。旅立つ空に出会いと別れ、青春の日々すべてを描きっていう彼らの歌い方好きだった。ちなみにこの曲「翼」っていう曲です。これ前も言った気がするわ。これ前も言ったな、普通にあの試合中ね、言った気がする。めっちゃ好きなんや、あの脱力したやつ。
旅立つ空に出会いと別れ、青春の日々すべてを描き。マジでこんな感じ。アンダーグラフプリアがゲームに参加しました。これ今入れる人いたら、あ、てかこれローカルやから入れないわ、他のやつらが。サルダブダブダブサルダブサルダブサル、すげえ。クズ肉。マジでコモリの羽どうしたらいいの、わかんないね。中国本場の料理食べてみたい。中国本場の料理はね、何があるんやろ。北京ダック取っていいの。見てみるか、ほか。じゃあこう飯屋さん、飯屋、あ、そう、もうそっち権限渡してるから作れるよ全部。うん、わらだわら、わらだらわら、わらだわらの壁、わらだわらの壁って何。クラフト用ペンチ、かまど、キャンプファイヤー、料理鍋でアイテム連続して する個数設定できます。作成したい個数をそれと作成したどれ。クラフトベンチ、あー、新しく設定せなあかんか、多分。待ってね、これはキックしますか。しません。はい、オッケー。松明とかないのかな。本当だよね。あ、マジで。あ、ほんまや、ほんまや、あったあった。炭がない、炭落ちてたね。あれな、あ、も、燃やしたからか。いえ。あ、出た。みんな、コウモリの羽の使い方があったよ。カリカリ手羽先、よだれの出そうなコウモリの手羽先焼き。ライフと満腹度がそれなりに回復する。それめっちゃあるじゃんか。コウモリの羽は手羽先や。うわー、これ使う、作るのきっつい。これみんな、これめっちゃきついわ。これやばくない。これやべえな。わあ、わかった、こういうことや、こういうことや、みんな。あれ、でもさ、猿さ、あれでも猿はあれがないから無理か。猿アイテム持ったやもんね。やれる？やれるか。はい。あれでもやらないな。あ、アイテム渡さなあかん。え？クラフトはどうやって猿に学習させるんやろ。うわ、猿にアイテム1個しか渡せんから。ダメだな。俺が考えてることと違った、みんな。考えてることと違ってました。できそうじゃない。でも猿に、猿アイテム一つしか持ってない。ここでこれ時間めっちゃかかるやん。で、猿にオートでやらせようかなと思ったけど、そういうわけにはいかん。こいつ動かないんだよね。うん、みたいな。ついてこだせるでいいか。 B キャンセル。はい、串を置いたから、串
これなんなんこれ。汚い水のボール汚い水のボール、フルーツスムージー、やばくない？すごっ。他人の猿は使えないんだね。え、これいつ作ったん？え、こ、あー、なるほどね、なるほどね、オッケー。それ壊してみよう。破壊モード、できた、壊せた。それなんやねん、壁？壁？これすごっ。こんな感じなんだ、すごっ。クソダッセイ家になるわこれ。クソダッセイ家になるわ。ほら、わらめっちゃいるじゃん。わらって草3つも使うの？わら束。あ、これ切り替え難しいな。慣れなかな。バラの家。はい。新しい設計図がアンロック。あと何があるの？これ木の板。いいやん。木の板やって。木の板どうやって作るの？チェスト、箱。箱の大きさにもあるんだよね。で、さらにでっかい箱なんだろうね。あ、いいじゃん、これ全部。クラフトベンチ。クラフトに使う万能作業台。石の塊。はい。これ欲しいですね。ウキウキ？石のなんか板あったっけ？ほらこれや。はい、拾えな。本棒2つもいらんから、本棒は猿にあげる。はい、あげました。あ、石の塊2ついる。あとロープ2。ロープあるっけ、そっち。この入ってる。オッケー。作業でできる。いつまでやろうこれ。この裏でガンガン進めそう、普通に。のんびりピーって。おおおおお。すげえすげえ、木の板だ。普通の武器刺したり投げたりできる。でもあれ何、鉄かな。弓もあるよ、みんな弓。豪華な毛皮絨毯、松明。あの棒がいるな、汚え棒。これこれこれ、宝具の、あとロープ。明るい。うわ、すげえ、松明や。これさ、どうなんやろ、これ。時間ないんかな。お、あ、置いたら消えるな。なんか明かり欲しいね。コンボに耐久あるね。ほら、木のコンボ耐久がありますね。松明に耐久。あ、これ松明つけてたらもうこれこのままだ。ほら、もう光源よ、歩く光源。歩く光源。俺斧があるじゃん。斧あるじゃない。めっちゃあの使うじゃんこれ、工具の絵。石と木がないわ。作れるよそれ、斧。
斧。これ。斧？あ、材料が？少し腹が減った。食べるものがあるか。斧もらっていい？欲しい？あ、材料もう一個分ある？いけるか？作ってくれるん？よし、あざっす。どこまでやろう。もう3時間30分もやったんですけど、あのね、最近みんな気づいてるかもしれませんが、最近フェリアさんに1時間分のあれやってもらえるよね、あれ、ね、ツムスタ、ね、あれをやることによって俺のね、編集時間がね、遅くなるんですよ。で、編集時間遅くなると、俺、シャドーボー、裏でもね、他のゲームプレイしてるの。で、そうするとね、編集しちゃうとね、裏で他のゲームやる時間なくなっちゃうから、編集しなくなるよ、俺。で、その日に上げれなくなっちゃう、動画が。めんどくさいから、もう編集が。俺、他のゲーム優先やね。そう。今日もね、今日のランク戦をね、昔はもうその日のランク戦をその日に上げよったけど、戻ってきました。まだやってて嬉しい。足が棒みたいだ。どういうことや。でもこれ目的ないっすね。なんか途中でショップがどうたらってあったんで、なんかこのこれ映せる、これどっかにできないか、無理か。これなんか取れなくて邪魔だよね。まあいいか。しゃあなしやな。しゃあなしっすわ。おっす。そっちできる？どの壁壊すん？壁？壊すか、じゃあ。はい。この設計図どうやって消すんやろ。この設計図消したいんやけど。さあ設計図消したい。結構邪魔じゃない。あ、消せねえ。これ作ってからじゃないと消せないなら嫌だな。確かに、当たり判定ないからさ、気にせんでいいけど、なんか見栄えが悪いよね、ここに。作ってからじゃないと、消せないなら、それはもったいないな。炎で木切ってくるわ。大の木ってやつあったけど、大の木。大の木。ナルトか。大の木何？ジントン？ナルト詳しくない人。あ、え、でね、ボルトあるじゃん、ボルト。ナルトの続きみたいな。ナルトの息子が活躍してるやつ。ね、もうすごい何百万まで出てるんやけどね。この間暇でさ、ね、どんなアニメ見ようって中国のビリビリ遊びよったら、ね、ボルトがあって、見ようかなと思ってさ、10点中 4.7 だった評価が。ひどくね？やばくね？ 10 点中 4.7 評価。低すぎる。コナンはまあ8とかそんぐらいかな。目的ないどうもりみたいな。どうもりも目的ないね、確かに。もう自分たちの城を築くんじゃないこれ。ナルトザズーゲイ。俺も地図手に入れた。行く？あ、装備ないもんね、俺ね、装備。そこまで揃ってないし。え、すげえ。
ほや長押し長押し。え、じゃあこれ動かせるやん。あ、そうすげえ。いつ終わろ。よし、皆さんお疲れ様でした。もう終わっていい？ B、 皆さんお疲れ様でした。よし、ちょっとね編集してあげますんで、もう3時間も過ぎたし、裏でやっていきます。面白いんで裏でやっておきます。みんなもアーケードね、暇だったら、買ってみてください。アップルアーケードであるんで今、スイッチでもありますんで、スチームでありますんで。おっつ